はい、まずね、3000円ぐらいのね、セーニングシーザー買ってね、使い方わかんないね、失敗の方はね、パーマ屋みたいにこうやってね、横にこうやって入れない方がいいよね。小屋さんみたいにね、自分の頭刈ろうと、セーニングで減らそうと思った時ね、床屋さんはこうやって横に入れるの、こうやって。こういうやり方はあんましない方がいいかもしれないね。まあ、場所見てこうやっていくんだけどね、髪の量とか見てね。で、年配になると毛が少なくなったりするからね、そういったアプリ、こう斜めにね、刺すように入れてった方がいいかもしれない。ハサミをね、こう横に入れんじゃなくて、はい、刺すように入れてった方がいいかもしれない。こうやってね、多そうなとこだけね、細かくね、そうするとかなりやんなきゃダメよね。でもそのハサミの質によっても違うからね。で、安いハサミは切って開くね、切って動かさないで開くね、入れたら動かさないで開くね、切って動かしちゃうと連れていただくと血が出ちゃうからね。血は出ないけど毛が抜けちゃうからね。で、引っ張るとね、握ったまま引っ張るとね、そこ注意だね。まあゆっくりね、慣れてないんだから、プロだって下手くそいいんだから、ゆっくり、はい、ゆっくり、はい、ゆっくりにですよ、最初はね。まあ自分の頭やんだったらゆっくり、はい、こうやってね、ちょっとずつゆっくりやってね。ね、こんなのって早くやんないことね、慣れてないんだから、できやしないんだから、はい、ね、ゆっくりね、丁寧に、ゆっくり丁寧にやるのがコツだね。うん、ね、一般の方はね、プロだってさ、下手なんだから、一般の方だってさ、できやしないよね、最初からね。まあ、ゆっくり丁寧にやってね、プロみたいな手つきを真似しないことね。はい。